東海での実生熟した、種子東海では、ムクロジカカエデ属の落葉鉱木である。中国名は三角風とも呼ばれ、英語圏では、トライデントメープル、漢字名は、東海でとされる。よく街路樹や、公園樹などにされる。中国南東部、台湾原産。日本へは18世紀初期にトライした。道路の街路樹や、公園などでよく見かける。 落葉公葉樹の高木。成長は早く強権であり、一般に高木になる。樹形は立性で、普通に育てば丸い樹形になるが、街路樹で見かけるものは刈られて全体に細いものが見られる。樹皮は灰色っぽい褐色で、成長と共に縦に裂けて、ささくれたように短冊状に剥がれて、特徴的な外観になる。一年枝は淡褐色や、 赤活色で、皮目が多い。葉は耐性してよく茂り、葉芯の長さは4から8センチメートルで、薄く光沢がある。先の方が浅く散列し、裏面に、おしろいがある。秋は紅葉、紅葉が美しい。開花時期は春。花は、お花と両生花をつけ、単紅色五弁で、三棒状につける。果実は2枚の翼かで。平行。 または鋭角に開き、秋に結実する。紅葉の種よりも大きい。糖ガは長卵形で、泡褐色から褐色をした、多数のガリンが若干開いて重なり、ガリンの縁には毛がある。枝先につく蝶芽は、調整即画を伴い、即画は枝に耐性する。糖ガの秋にある羊根は、V 字型や、刀匠型で、遺憾タバコンが3個つく。 園芸品種として、葉が、ピンクから白、黄緑、緑、赤に変化する花散る里や、不入り品種などがある。風にとても似ていてあまり見分けがつかない。大気汚染に強く、団地では、街路樹によく植えられている。日本では、庭木のほか公園樹や、街路樹としてよく用いられており、盆栽にもされる。エペジー体系では、ムクロジカに分類されるが、 古いエングラー体系、クロンキスト体系では、カエデカに分類されていた。ABC ヨネクラ梶田忠カジタタダシ。A サーバージェテナムミク。BG プランツワミョー学名インデックス。2021年10月8日閲覧。ABCDEFGHI 鈴木道夫、高橋と安野部直文2014、P112、ABCDEFGHIJKL 平野。 高久監修、長岡書店編 1997P138 東海で、ありがとうございます。